Nintendo TV はいつもテレビの隣にあってインターネットにもつながる Wii U をテレビをより楽しく見るために使えないかという思いから生まれました。Nintendo TV はすでにアメリカで詳細が発表されていますがテレビ番組の内容もテレビ視聴文化もアメリカと日本では全く異なりますのでサービスは日本の事情に合わせた独自のものになっています。この Nintendo TV を使えば 今回パートナーとしてご協力いただいているインタラクティブプログラムガイドさんが提供する電子番組表を離れたテレビ画面ではなく手元のゲームパッドでご覧いただけるようになります。今、ほとんどのテレビに電子番組表が搭載されていますから今さら電子番組表を搭載する意味はあるのだろうかと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが実際に触っていただければ Wii U ゲームパッドとの組み合わせによって 新しい価値が生まれていることがお分かりいただけると思います。具体的には、手元で操作できるので文字が読みやすい。テレビをつけていない時でも手元にゲームパッドがあれば使える。テレビ視聴中でもテレビ視聴を邪魔することなく番組表を閲覧できる。手元で文字入力がしやすいので、充実した検索機能が使える。というような特徴です。さらに、番組表だけでなく、 番組の内容や出演者情報などの詳細情報を見ることもできますし、お好みの番組やキーワード、出演者などをお気に入り登録しておくことで、自動的にユーザーの好みに応じた番組の傾向を分析し、おすすめのテレビ番組を紹介してくれる機能も搭載しています。機能や開発の背景についての詳しい話を、近日中に社長が聞くで公開しますので、もしご興味があればご覧ください。 Nintendo TV は発売日から配信されるネットワークアップデートを実施いただくことでご利用いただけるようになります。また、Nintendo TV から直接テレビのチャンネルが変更できる赤外線でのチャンネル切り替え機能を Nintendo TV チャンネル切り替えオプションとして Nintendo eShop にて有料でご提供する予定です。有料でのご提供とさせていただくのは番組ガイドと連動した信号を創出するには権利許諾が必要になり、 その利用料を一部お客様にご負担いただく必要があるからなのですが、より便利に使っていただけると思いますので、よろしければお試しください。次にご紹介するのは、Hulu Japan さんが提供されるオンライン動画配信サービス、Hulu です。すでに PC やスマートデバイス、インターネット対応のテレビ、Wii などでも視聴が可能な映画やドラマが見放題の Hulu が、 WiiU でもご利用いただけるようになります WiiU 版の Hulu はもちろんテレビの大画面に HD 画質で動画再生できますが WiiU ゲームパッドの画面に切り替えて手元で自由な場所で動画を再生することもできます Hulu の動画を視聴している途中で家族の誰かにテレビを譲ることになってもワンタッチで切り替えて動画の続きをゲームパッドで再生することができますしテレビが開いたら テレビの大画面に戻して続きを見る。そんな使い方もできます。フルは Wii U の発売日12月8日よりニンテンドー E ショップから配信開始予定です。